こんにちは。数々のこれまでいろんなベストナインやってきたじゃないですか、はい、歴代のねやってきたな、はい、今回、はい、ちょっと面白いベストナインを選んでみようかなということで、はい、足だけに特化したベストナイン。足だけ足だけ、まあ盗塁王を取った人だけでと、はい、でポジションを作ってとにかく走るチームとにかく走るぞと出たら9人走るぞとまあピッチャー除いてね、まあ DH 入れるか DH 入れるから1から9人だな。ああいいよ。でピッチャー誰にしますじゃあ、まあ相手ピッチャーをまあ想定とか。いやもうベストナインはダルビッシュだから俺は。じゃあ相手まあダルビッシュ投手ということで。いや相手っていうかこっちの味方がね。味方が当たり前だよお前。最強ですね。最強だよ。わかりました。じゃあちょっと1番からまあ9番まあとりあえずまず9人でポジションかぶりはなしにしましょう。もちろん。はい。もうかぶりっていうかさ、まあやったことがあるんだったらいいじゃない。あ、1回でもそのポジションを。そう、サードからショートに行ったとかさ、ショートからサードに行った人っていうのもいいじゃない。そうですね。確かにそうですね。だってキャッチャーとかいないですよね。キャッチャーはね、盗塁王っていうのは純粋にいないと思うよ。ですよね。まあキャッチャーから選んでいくと、飯田哲也っていうのがキャッチャーで入団してんだよね。ヤクルトのですか。そうそう。え、そうなんですか。だからキャッチャーからコンバートされて、まあセカンドセンターって言ったんだけど。あ、そうなんですね。で、飯田哲也が取ってるんだよ。92年に33個。おお、あ、じゃあこれはもう決まりだよ。もうキャッチャーもうそれしょうがないもん。キャッチャー出身のざっと見渡しても出身で盗塁王を取ったっていう人は飯田しかいないもんね。そうですね、だからそこはじゃあヤクルトの飯田さんにしましょう。でこれは俺が84年に盗塁王を取ってんだよね。はい、それ以降はいで2019年まで、それはもう福本さんとか絶対入ってくると思うんだけど、だからそこは俺が取る前だから、そこから入れます。その前は入れません。了解です。84年から入れます。了解です。わかりました。じゃあまずキャッチャー飯田さんで打って、じゃあこれはね一つコンバートしなきゃいけないよね。一塁手も取るっていうことはなかなかないわけよ。そうですね。確かにな。だからコンバートして、俺はね井口を入れたいね。おお井口さん、はいはいはい。井口もね。取ってんだよね。はい。44個で。あ、そうですね。2001年と2003年にも取ってるんですけど。44個ね。2001年はい。福岡ダイエーホークス44個はい。あ、じゃあファースト井口さん。でセカンドっていうのは盗塁王として山田哲人っていうのが最近こうそうですね。フューチャー取り続けてるというか取ってるというか。はい。まあだけど数を見るとさ。ちょっと少ないんだよ。30個台なんだよ。大体。そうですね。数的に弱いですね。だからその中でポンちゃん。あ、本田選手。本田。はい。60個走ってんだよ。2011年。惜しかったな。セカンド俺も56だったのに。あと4つ。なあ。負けた。でも選手としたら負けてないような気はするんだけど。本田選手いかがでしたか。まあだけどなんていうの。まあボンちゃんでいいかなと思って60個走ってるしね。圧倒的な数ですもん。圧倒的でしょ。だってその年2011年のセ・リーグは藤村選手が取ってるんですけど28個。そうでしょ。少ないですね。そう60とかするとやっぱ60すごい。すごいでしょ。じゃあ60ね。60ではいボンちゃんね。三塁手三塁手もあんまり取る機会ないんだけど石井拓郎がやっぱ三塁やってるんだよね。サード、そうなんですね。そうでもね30個台なんだよね。これも何回か取ってるんですよね。何回か取ってるんだよ。93年とあと98、99、2000年で走ってるんですけど、一番大きい数が98年と99年の39個ですね。そうでしょ。ちょっと少ないんだよね。で三塁手にコンバートできるとすればさ片岡かなと思うんだよ。あ、元西武で。もう俺でもいいよ。そうだね。この56個の時は一応セカンドで取ったんですよね。でもサードもやってるから。いやでも片岡もセカンドの選手だから。あ、そうだ。でも足を使うというチームを作るんだったらさ、片岡なんだ片岡かまあいいよ片岡だってほら1番でとか2番いや俺も1番とか2番とかでも片岡でいいよ片岡さんの方が鮮明だなと思って私はだ片岡すごいだって59個走ってるだってこれ4年連続取ってるんですよこれ59でしょ59見えますかすごいねあじゃあそうしましょう2010年はい片岡さんはいでショートは多いですもんねショート誰とだと思うショート松井勝夫選手かな松井勝夫でしょ松井和夫が6240いやでもさ俺が取った翌年高橋義彦さんが73個で取ってんだよねどえらい数ですねどえらい数 73?73 えちょっと待ってください2日に1回は走っていやだから130試合だから2日に1回じゃ足りないよね1日結構 1.5 個から2個ぐらい走ってるそうだよねすごいなじゃあ73の吉彦さんそうですねまあそうしょうがないよね数でいきゃさ数でいっちゃってますねもうねでも松井和夫はやっぱりいてくれたら助かる選手だけどさそうなんですよでも足だけっていうふうになってくるそうか守備とかなんかバッティングとかそれは松井和夫の方が多分早かったと思うあまあ比べちゃうとねはいただ吉子さんも早かったけどねただ73点数にしたらそうですねじゃあ吉子さんにしましょう外野手はいこれはね入れたいのがね秋山浩二あ西武の秋山もさ40本ホームラン打って51個走るんだよいやすごいですね超人ですね51個だよ90年に取ってますね51すごいなまあ秋山決まりでしょいやもうそうですねはい秋山さん秋山はいで尾形浩一あカープの前監督はい俺がやっぱ50個走ってるねていうか3年連続ですよそうだよ9596いやだから誰が言ってたのかなキャッチャーで尾形は早かったって言ってたねあれ谷繁がやってたのかなあそうなんですさせなかったって言ってあじゃあ本当すごい早かったんです、ね、50個はい96年に50で盗塁を取ってるのではいで赤星ああ阪神のはい赤星さん、はい、赤星さんはもうねもう印象深いですもんそうだ赤星どこ行ったいやいます64走ってるこれね2001年から2005年まで連続で取ってるんですけど、うん、2003年から616460ってすごいよね早いいやよく走ったね小さな体でいやそうですねはいじゃあ2004年の64はいで DH かどの方にしました DH 枠 DH 枠は松永とか糸井ああ早い糸井それハム時代のハムの時ですかオリックスでもいいですかハムの時も取ってるあハムの時は取ってないんですねでも1回しか取ってないですよ2016年1回しか取ってないけど打撃とか考えたらさいいじゃんいくつ走ってるの53 いいか十分ですよあでも1回しか取ってないんだなんか意外ですねでも打線を組んだらこれものすごいいい打線になるからね塁出たら必ずみんな走ります走るよこれなんなら走って何点もじゃないですかこれお前ちょっと数数えてみあ計算してみ計算機使っていきますか計算機使ってはい33+44+40+50+53ざっと計算480なんだこれいや俺らスーパーカートリオの時に3人で130から140走ったんだよねそっちの方がすごいじゃないですかいや3人だけだよいやだけどチーム盗塁数は180個なんだよいや180キロも相当走ってるんだけど、はい、この盗塁量だけを集めたら487だよそうですね1シーズンでもうね相手のバッテリーなんかたまらないよもうキャッチャー嫌でしょうね嫌だな、うん、だから、うん、でもこういうチームを作ると面白い多分強いねこれ実際にこういうチームだけを作ったらどのぐらい A クラスいけますかねこのチームいや俺優勝できると思うよ本当ですかだって4番いるじゃん秋山浩二とかそうですねあとまあ糸井選手内野だってうまいよお前あそうですよ守備範囲なんか半端ないよいや本当に外野手見てみようお前いやそうですよ赤星さんもいるし赤星いて秋山さんいて尾形いてみたいないやそうですよ。ただキャッチャーがねだからダルビッシュの球受けれるかっていうのが問題があるけど、後ろ行っちゃうかも。でも大丈夫だよ大丈夫だよ、鍛えれやあいつ能力が高いから。これはいいですね。ダルビッシュは配球いらないからもう力で抑えていくからバン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 。いやこれ相手ピッチャーとかバッテリー嫌だろうな。バッテリーは嫌だと思うよ。フォアボール出したくないし、かといってフォアボール出したらこうね、ランナー気になるからこっち集中できなくなるし。いやもうね、これで打順組んだら相当面白いと思う。打順組んでみる。打順組みましょうよ。ちょっとこれで難しいな。面白くなってきちゃった。これ面白いでしょ。1番誰にします？1番誰でもいいよね。いやもうとにかく走りゃいいんだから。誰にします？いやそれは尾形だっていいし、吉彦さんだっていいし、片岡さんでもいいんです。片岡だっていいし、誰でもいい。片岡はこの中だったらちょっと打撃が弱いよね。あ、じゃあここちょっと8番とか7番とかどこでいい？じゃあ1番どうします？1番？はい、書きます私。誰選んだんだろう。ちょっともうそれすらも分かんなくなってきちゃった。1番赤星でもいいよね。あ、じゃあ赤星さんにしますか。はい、まあで2番どっちにしろ走ってきますからね、みんな。もう2番は吉彦さんだったらいいよ吉彦さん、はい。で3番尾形でいい。尾形さん、はい。で4番誰ですか？秋山でいい。秋山さんで5番が井口でいいよ。6番6番誰がいたっけ？あ、糸井がいるじゃん。6番糸井。DH。DH 富さん。はい。7がもう誰でもいいんだよね。松井稼頭さんって取りましたもんね。松井稼頭取ったな。はい。どうします？松井稼頭さん、片岡さん、本田選手が残ってます。一番松井稼頭だな。それはなぜに？あ、そっか、どっちもいけるってことですね。じゃあ赤星さんは？赤星は9番でいい。赤星さんは9番。はい。で飯田8番。はい。で片岡7番。足速いなみんな。これさ、やだな。これ揃ったら、俺これだったら絶対優勝できると思うよ。できますか？もう走塁が違うもん。すごいな。ね。これサイン面白いですよね、攻撃の時の。いやもうとにかく走れと、出たら走って自由でいいって。もうダブルスチールでもう走塁に関しては自由でいいと。なんかトリプルスチールみたいな、いやそれと守備範囲が違う。あ、そっか、足が速い分守ってもいいですもんね。双璧じゃないですか。でもうダイソー屋敷とかさ、それ入れときゃこれ完璧だ。入る時がないから、入るところが。いやそうですよね。で誰か故障しても、誰か足の速い選手がダイソー誰かね行ってくれればいいですし、これでダルビッシュ投手ですよね。あれ本田を入れたんじゃなかったっけ？あ、そうです。あれ本田、あそうだ。片岡じゃなかったんじゃなかったっけ？いや片岡さんも入れてるんですよ。入れてる。あれじゃあ誰か。あ DH だ。DH 伊藤だ。伊藤だ。あれじゃあ誰だ？松井選手12345。いや数は入れたいでしょ。あ、入れてないんだよ、吉彦さんがあれだから。あ、そうだ。じゃあ松井選手じゃなくて本田選手。いやでも松井稼頭だな、吉彦さんより。スイッチヒッターでいいんですか？60個こう盗塁してますよ本田選手。いいですか？だって13個しか変わらないんでしょもうなんか数字が分かんなくなってきちゃったな、ここまで多いと。だから13個引かなきゃだもん。474個。まあそれでもいいでしょ、13個ぐらい。いやもういいですよ、もう13も10も関係ないんですよ、こうなったら。いや面白いですね。これ例えばパワープロとかゲームでこれに特化して誰かやってほしい。俺絶対優勝すると思う。優勝しますか？絶対。いやこれこのメンバーが揃ったら絶対優勝する。優勝しますか？もう足で勝ったっていう。足で勝ったって。いやそのぐらいね、夢のあるチームだと思う。そうですね。皆さんもぜひちょっと皆さんの考えるちょっと盗塁で作るチームというのも教えていただきたい。84年以降だからね。あ、豊さんが盗塁を取った84年以降でちょっと皆さんもぜひコメント欄にチーム作ってみてください。はい、よろしくお願いします。